ただこれをやる上で大事なのは、はい、要はその達成する基準っていうのをちゃんと考えておかないといけないってことなんですよ。基準、単語だったら意味が言えるか言えないかだから一瞬でいいんだけど、だけど数学だったらやっぱりその途中式とかも含めて、それこそね、書くまではいかなくても頭の中で、うん、今回この大学受験の歩き方ですね、その勉強時間っていう部分についてちょっと話していきたいかなと思うんですよ。はい、勉強時間、うん、でも、はい、勉強時間だけじゃダメで、うん、もう一個、はい、その時間の中でどう効率よくやるかっていう、うんうんうん、もう一個これも必要じゃないですか、はい、ね、せっかくあのツインテールにしてくれてるんで話題二つでいこうと思いますのではい、というわけで皆さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、はい、ということで、はい、続いての話したいんですけど、はい、これは特にね、暗記物で結構大事な話なんですけど、うんうん、さっきの、まあ、その和製前提の話も結構つながるんですけど、うん、確認の機会をどれだけ多く、はい、短時間でできるかを考えようっていう、うん、短時間でね、うんうんうん、これも前にその単語の覚え方の話したと思うんですけど、自分が単語を100個テストするなら2分しか書けないって話をしたの覚えてますめっちゃ早いなと思ってました、うん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 、でこれはなんで自分がその時間でやってるかっていうことを説明しておくと、うん、それ以上かけたって別に定着率変わんないと思ってるからなんですよ。はいはいはい。だから要は単語のテストするときに5分かけたから定着率上がるのかって、うんうんうん、そう、結局5分かけてる時間っていうのは悩んでる時間じゃないですか、おそらく、うんうん、そうですね、何問かね、うーん、あーこれなんだっけ、なんだっけ、単語レベルだったらなんだっけって言ってる時点でアウトじゃないですか。そうですよね、 やり直した方がいいでしょって話なんですよ。要するにそのなんていうか、その自分はそのハードルをやっぱ高めにして、うん、テストの時間をかけないようにするっていうのを結構重視してて、だって悩んでる時間でテストできるじゃんって思う方なんですよね、うん、だから悩む時間を特にテストするときは極力カットして、うん、その分テスト回数を増やす方に持っていきたいっていうふうに考えてるんですね。早いですよね、うん、そっちの方が、そう、うん、時間が。でただこれをやる上で大事なのは、はい、要はその達成する基準っていうのをちゃんと考えておかないといけないってことなんですね。基準、そう、はい、例えば数学の問題を復習するときに、うん、答えの数字が一瞬で思いついたからセーフじゃダメじゃないですかそれ意味ないじゃんって話で、文法の問題でも4番終了みたいなじゃダメで、それダメですね。やっぱそれは単語だったら意味が言えるか言えないかだから一瞬でいいんだけど、だけど数学だったらやっぱりその途中式とかも含めて、それこそね、書くまではいかなくても頭の中でこう式を再現できるかなみたいなこととか、あ、ここでこの解き方するって分かるんだよなみたいな問題文見て思いつけるかとかだったりとか、英語の長文とかだったら何行目に書いてあるこの話でこの問題の正解が何番だって分かるなみたいな理由だったりとか、要は参考書ごとに達成の基準っていうのはあると思うんですよ。でそれが思いつかなかったら即アウト、うん、だからなんていうか時間を効率化させるためにテストの基準に甘くするんだって話ですね、うん、もう高めに設定して入試、そう、クリアできるか、うんうんうん、要は入試で使える、うんうん、で要は完成度の中でどれだけ早く答えられるかっていう基準でやると、うん、その質が高い状態でより多くの回数ができるようになるじゃないですか、うん、そうですね、うん、そう、これがすごい大事で、多く短時間でやったからって質が低かったら、うん、それやってる意味ないじゃんってことにやっぱりなっちゃうわけで、ね、ちょっと時間の無駄になっちゃう、うん、ますよね、うん、常に基準は入試で使えるレベルかっていう、はい、うんうん、意識でやっていくといいかな。要は単語の意味で迷ってるレベルで英語の長文読めんのかとか、うん、その初見で文法の問題の解法が分からないレベルで答えを覚えて、じゃあ入試問題文法問題解けるのか、それは解けないじゃんって話になるわけだから、やっぱりちゃんと本番で使うって前提でどの知識も入れていかなきゃいけないっていう、うん、話ですね、うん、まあ結構ここはちょっと難しい話ですけど、やっぱ大事かなと。だいぶ勉強になりました。ありがとうございます。ね、はい、ということで次の話に行きましょう。はい、武田塾、全国の校舎で受験相談、いつでも受け付けております。え、そうなんですか。やってるでしょ、自分自身。え、有料ですか。無料ですよ、もちろん。え、無料で、はい、24時間24時間ではないか、そっか、はい、お申し込みこちらから、よろしくお願いします。24時間じゃないけど無料だよ。はい、ね、
で、なぎなじ塾チャンネル自体は、チャンネル登録を随時募集しておりますので、はい、こちらの登録もぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。